街にガオ、夜のハイウェイにガオ、タタタタンと弾が来る、バババババンとパワー、ビューンと飛んでく鉄人28号、正義の味方、叩き潰せ悪魔の手先、敵に渡すな大事なリモコン、鉄人鉄人早く行け、ビューンと飛んでく鉄人28号、グリコグリコグリコ。皆さん、鉄人28号の時間です。ロボットのチャンピオンを決定する世界選手権試合が行われることになったのです。もちろん日本の代表は鉄人28号。さあ、多くの強敵を相手に鉄人28号はどんな活躍をするのでしょうか。頑張れ鉄人、負けるな翔太郎。では、国際ロボット連盟第1回総会の決議を申し上げます。1、ロボットの世界チャンピオンを決定するため世界選手権試合を行う。2、チャンピオンには黄金のトロフィーと賞金100万ドルを与える。3、会場には日本の東京とする。以上。会場が日本に決まったのはきっと去年のオリンピックが大成功に終わった点を買われたんですね。うん、それもあるだろうね。ともかく日本が国際的に信用されますます人気が上がっていることは嬉しいことだね。博士、今度の選手権は開催国の面目にかけても鉄人をチャンピオンにしたいもんですね。ねえ博士。うん、強敵も多いことだろう。翔太郎君、しっかり頼むよ。はい。世界注目の国際ロボット選手権試合が明日に迫り、ここロボットの選手村には続々と世界各国のロボットが入ってきます。果たしてどこの国のロボットが栄えある初の世界チャンピオンの座を獲得するでありましょうか。なお、本大会の優勝候補のナンバーワンと目されるボロシカ国のロボットレッドマニュアルは今夜10時羽田空港に到着する予定であります。その活躍が期待されております。ただいま注目のロボットレッドアニマルが発明者のマックス博士とともに到着いたしました。噂にたがわぬ素晴らしいロボットであります。運転手さん、選手村へ行く道とは違うようだが。やっと気がつきました。なんだって。あ、君は皆殺しのカボスじゃないか。何のために。博士、俺は一足先に日本へ来てあなたの到着するのを待っていたのだ。一体わしに何の用があるというのだ。レッドアニマルをもらうためよ。俺は博士の代理人となってレッドアニマルを出場させ、
黄金のトロフィーと賞金100万ドルをそっくりいただこうって寸法さ。そんなバカな、一体君は。今さらジタバタしても無駄だ。トラックの運転手も俺の部下よ。さあロボットの操縦機をよこすのだ。博士はしばらく遠いところで休んでいてもらいましょうか。青空の下、世界一のロボットを決定する第1回国際ロボット選手権大会の堂々たる入場式であります。トップはアブタン国の誇るロボット、モガモガ X16 号であります。次は 3Z 国のブラックスター、続いてチャルメラ国のタンメン SS 号、その後はピータン国のファイター105号であります。今入場してまいりましたのは優勝の呼び声高いゴロシカ国のレッドアニマルであります。続いてトッポイ国のマカロニー B3 号。さて最後に入場するのは日本の誇るロボットナンバーワン鉄人28号であります。鉄人の頼もしいこと、鉄人頑張れよ。100万ドルはいただきといこうぜ。はしたないこと言うんじゃない。あれ所長さん、100万ドルってのは大変なお金なんですよ。当たり前だよ。日本のお金に直して、つまりその1ドルは360円として、その100万倍じゃによってだな。そのつまりなんじゃよ。ほら、な、早く言ってくださいよ。うるさい、わしは数字に弱いんじゃよ。所長さん、3億6千万円です。3億6千万円。そうですとも、所長さん。鉄人100万ドルはいただきといこうぜ。いよいよ試合開始。最初は破壊力競争。この岩壁のようなペトンの壁を突破しなければ第一次予選を通過することはできません。早くも優勝候補のレッドアニマルと我が鉄人28号は A グループの中で顔を合わせることになりました。第1コースアブタン国モガモガ X16 号、第2コースチャルメラ国タンメン SS 号、第3コーストッポイ国マカロニー B3 号、第4コース日本鉄人28号、第5コースコロシカ国レッドアニマル。以上 A グループの5名の選手によって行われます。8号とレッドアニマルは断然他を引き離して勝ち進んでおります。
鉄人とレッドアニマルは全く同点であります。3位以下をぐんと引き離しております。さて次はハンマー投げ 3Z 国のブラックスターであります。さて次は注目のレッドアニマル。わあ、場外ホームラン。いや間違えました。ものすごい場外ハンマーであります。ぐんぐん伸びております。いや鉄人頑張れよ。鉄人負けるな。アメリカの方までぶん投げろ。勝負は決まった。やめろやめろ、恥をかくだけだ。負けてたまるか。前鉄人選手権大会は日本の鉄人28号とゴロシカ国のレッドアニマルの大激戦となりましたが、双方相譲らず明日ロボット型レスリングで決勝戦が行われることになりました。ぜひ鉄人にフォール勝ちをしてもらいたいものであります。これほど鉄人がやるとは思わなかった。ちきしょう、明日はどんなことをしてでも勝ってみせるぞ。今鉄人はどこにいる。金田翔太郎の家へ戻ったようです。よし、ホイヤレッドアニマルを使って鉄人を奪うのだ。でも親分、そんなことしたら明日の決勝戦ができなくなりますよ。血の巡りの悪いやつだ。鉄人が明日出場できない。レッドアニマルの不戦勝ちになる。戦わずして勝ちだ。どうだ親分だけは頭がいいだろう。運んで捨てるのだ。あの巨大な鉄人を盗む奴がいるとは全く驚きじゃ。何のために盗んだんじゃろうな。操縦機がなくては役に立たんのに、間抜けな奴らじゃよ。いや、明日決勝戦だというのに困ったことになった。明日こそ頑張ろうと思っていたのに。僕はレッドアニマルの仕業じゃないかと思うんですがね。え？誰かがマックス博士のレッドアニマルを使ってやった仕事じゃないんですかね。鉄人さえ出場しなければ不戦勝で彼らは黄金のトロフィーと100万ドルを手にすることができるっていうわけですよね。なるほど、見事な推理じゃが、しかし国際ロボット連盟に入っとる者がそんな悪いことをするはずがないぞ。ん？所長さんがいくら笑っても僕はその線で調べてみますからね。もうそうか、まあ、勝手にやりたまえ。しかしくたびれ損じゃろうな。ん？奴の宿舎はここだな。あ、動くな。動くと一発お見舞いするぞ。怪しい奴め。さあ、おとなしくこっちへ来い。親分、こいつがこの宿舎の様子を見ていたので、ひつかまえてまいりました。誰だ貴様、何をしに来た。親分なんて呼ばれているところを見ると、お前さんはどうやらただのネズミじゃないらしいな。うるせえ。俺の様子を探りに来たところを見ると、貴様は警察の者に違いない。おい、こいつを例のところに監禁しておけ。へい。
休んでいろ。あらよ。あなたも監禁されているのですか。そうです。私はゴロシカ国のマックス・アクゼです。え、あなたはどうしてまたこんなところに。私の国のギャングのボス、皆殺しのカポスにやられたんです。カポスは私のロボットを奪って、私の代理人として選手権に出場しているはずです。そうだったのか。私はこのことをロボット連盟の人たちに一刻も早く知らせたいのですが、ここからではどうにもならないんです。いい考えだ。この瓶の中へ手紙を入れて海へ流してみましょう。運が良ければ誰かが拾って届けてくれますよ、きっと。おお、それは明暗だ。え、どうぞ。社長さん、鉄印の手がかりはまだつかめませんか。ねえ、懸命に捜査しとるんじゃが、さっぱりなんじゃよ。もうダメですね。ああ、今日の決勝戦はついに危険か。残念だな。はい、大塚所長。何、漁船が手紙の入ったガラス瓶を拾って届け出た。うん。で、手紙の内容は。何、よし、すぐ行く。翔太郎君、急ぐんだ。急げって、所長さん、どこ行くんです、そんなに慌てて。海上防衛隊の船に乗るんじゃよ。話は後回しさ。急げ急げ。はい。お、所長さん、君の手紙は届いたぞ。こちらが手紙でお知らせしたマックス博士です。博士、もう大丈夫です。ご安心ください。ありがとう。鉄人も盗まれたそうですが、きっとあのカポスの仕業に違いありません。あんな大きなものを一体どこへ隠してあるんでしょう。この島のどこかに違いない。私は昨晩何か海に投げ込まれる大きな水音を聞いたが、ひょっとすると。ああ、それは鉄人かもしれんの。よし、この付近の海底を探ってみよう。翔太郎君。所長さん、決勝戦の始まる時間まであと1時間です。それまでに発見しなくちゃ。こりゃえらいこっちゃ。鉄人28号隊レッドアニマルの世紀の一戦は刻々と迫っております。早くも闘志満々のレッドアニマルは大観衆の前に姿を現しました。鉄人は一体どうしたんだ。おい、早く試合を始めろ。日が暮れちまうぞ。どうしたの、どうしたんだよ。鉄人は現れないようですな。レッドアニマルにかなわないと見て棄権したのでしょう。さあ、表彰式に移ってください。早く。いや、もうしばらくお待ちください。まだ敷島博士の方から棄権の申し出がありませんのですから。冗談じゃない。これ以上待てるか。グズグズしてるとわしは引き上げるぞ。まあまあまあ、待ってくださいよ。今すぐ相談してきます。ねえ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 、どうしましょう。大変お待たせしました。本日の決勝戦は鉄人28号の棄権によりレッドアニマルの不戦勝と決定いたしました。ただいまより表彰式を行います。なんだ、いつくない。やめろやめろ。悔しいな。鉄人が出場できればきっと勝てたのにな。とうとう探し出すことができなかったか。トロフィーなんかやんな。おお、鉄人だ。マニアさん、マニアさん。
頂戴しろ。捕まって黙るか。こうなったら皆殺しだ。アニマル行け。お客様は喜ぶだろうが、こんな形で決勝戦になってはまずいよ。ルールに基づき堂々と戦った試合でなければ、たとえ勝っても誠のチャンピオンとは言えない。そうだろう、翔太郎。はい、わかりました。しかし博士、カポスがやめない限りダメなんです。よし、そいつはわしに任せておいてもらおうかな。やったしまった。やっとでおいっ。あー、頼んだぞ。皆様お静かに願います。鉄人28号対レッドアニマルの決勝戦は改めて1週間後に富士山麓で行うことに決定いたしました。お互いに悔いのない試合をやりましょう。はい、僕も頑張る。